すげえ軽いなぁ。フィギュアアートでこんな軽いの珍しいよね。結構ね、パンちゃん楽しみだったからワクワク。おぉ、スーパーヒーローのパンちゃん。すげえちっちゃいね。交換パーツは1、2、3個。で、最初からついてるやつはもう合わせて4個ついてんだね。で、裏面に、あ、お父さんだね。ご飯がいて。すごいな、マジ。映画から飛び出してきたみたいな感じの。ホームパーツがついてるんだ、パパの。お父さんが別売りの SH フィギュアーツ、アルティメットご飯スーパーヒーロー用の頭部パーツが付属していると。すげえな、マジ。映画のまんま。すごいわ、これ。フィギュアになって、バリエーション豊富な、交換用敵パーツとカーパーツにより、劇中のね、描写を再現可能になっておりますよ、このようにね。さすがフィギュアーツだなぁ。こうちっちゃい付属品とかもかなりこだわりを感じるよね。全部は多分入ってると思うんだけど。素晴らしいわ。こだわってるわ。あ、表情がいいね、表情がね。スーパーヒーロー見てなかったら買ってなかったなぁ。スーパーヒーロー見てなかったらちっちゃいパンチャーとかいらないからな。スーパーヒーロー、やっぱ見たら欲しくなるよね。スーパーヒーローに出てくるキャラ全部欲しくなる。すごいな、パーツ。ご飯の頭部パーツついてるのすごいいいね。パパのこの頭部パーツがねついてるということで。で、このちょっと待って、うわー、細けー。見てこの細かさ、マジこだわりを感じるわ。すごいちっちゃいもん、パーツ。めちゃくちゃちっちゃい。で、うわー、手のパーツもすごい付属してるね。6個もついてるよ。で、最初からついてるやつも合わせて8個だからね。めちゃめちゃ数あるよね。この手首さ、交換しなくてもさ、なんか、動かして、できるようにはならないのか、いつか。今は交換してるけどさ、交換してないこう手首をこう自由に指とか動かせるようになるフィギュアとかっていつか出るかな。100年後とか出てそうじゃない？半端じゃないフィギュアが。で、髪の毛のね、このパーツも。あ、飛ぶ、あ、そうだね。こうもう一個頭のパーツもある。髪の毛。こうなびいてるやつだね。風でなびいてる。ファーってこうなびいてる感じの。ここに顔をつけると、付け替えられるっていう。いや、ちっちゃいわ。こんなちっちゃいんだね。いや、でもすげえ、ほんと映画の中から飛び出して。え、すごいな。めちゃめちゃ、しかもね、ここゴムだわ。ここ。この服の部分がね、ゴム仕様になってる、ここ。ここがすごい、柔らかい、ほら。柔らかい。ちょっとわかりにくいと思うんだけど、柔らかい素材になってるね。すごい。めっちゃあ、手首がちょっとあ、気のせいかな。ここもゴムか。ゴム、いろいろゴムパーツ使われてるね。前のさ、フリーザのさ、第二形態みたいにさ、この頭にはこの顔とか決まってんのかな。おそらく最初の、同じだとしたらこの頭にはこれとこれがつくね。で、もう一個は、これとこれがつく。なんか、フィギュアって説明書なくなったじゃん。横で両方開けなきゃ、結局さ、両方開けなきゃいけなくなるんだけどさ、ここと、この両サイド、こことここにね、説明書奥にちょっと書いて、あ、見えるね。このね、裏にちょ、あ、書かれてると思うんだけど、こうやってなんか横になんか説明書なくなって書かれるようになったから、説明が。両方とも開けなきゃどっちにしろいけなくなったんだけど、そこに書いてると思う。多分ね、このね、ちょっとここの顔、ちょっと、あ、この顔、かわいいね、この顔ね。ちょ、パンちゃんに合ってるわ、この顔、表情ね、この。まず前髪を取って、頭をこう、あ、顔か。フェイス、ご装備のフェイスをつけますと。で、この、髪を、前髪を戻せば、おー、いいね。では、まあ、ここで恒例のさ、ちょっとやってみようかな。まあ、つかないけど、すげえ。リクールのボイ、見てこのでけえボディ。これも同じフィギュアーツ。同じフィギュアーツとは思えないほどのこの違いだよね、これね。すごいな、リクールでっか。このリクールに、顔をね、こう合わせて、このつけると面白い。リクールのね、このボディにいろいろ顔つけて遊んでんだけど、いつも。すごすぎね。めっちゃマッスルパンちゃんの、普通のパンちゃんこっちにいてね、横に。こんな感じでめっちゃちっこいね、パンちゃんがこうね、横に。いやー、並べると全然違うな、このデカさ。こっち気持ち悪い。めっちゃ気持ち悪いな。すげえ、なんか合わねえ。パンちゃんに合わなすぎるな、これ。全然合わねえな、この、リクールの体。リクールがでかい。リクールもほんとフィギュアーツの中でもかなりでかい方だからね、このリクールの。今回のパンちゃんと比べてこんなに、すごいな、ちっちゃいな。前のご飯ちゃん並みにちっちゃい。ご飯ちゃんの方がちょっとでかいか。で、今一番ちっちゃいかも。ご飯ちゃんの方がちょっと大きかったから、ご飯ちゃんよりも小さいと思う。多分一番ちっちゃいわ。俺の持ってる
フィギュアっつうんだかね、歴代で一番ちっちゃいわ。歴代で一番最小のフィギュアっつだと思う。そうだよな、パンツがちっちゃいの持ってたっけ、俺。まあ、なんか付属品でカエルとかあったよね、確かね。そのカエルとか別にして、付属品のそういうのは別にして、この本体で、一番多分歴代一番ちっちゃい。歴代最小だね。最小のフィギュア2だわ。うわぁ、でもすごいクオリティが高いね。最小だけど、このクオリティの高さ。いや、買ってよかったわ。やっぱスーパーヒーローのキャラは全部買いたいね。うん。ゲットしたい。やっぱ映画見たら買いたくなるわ。いや、面白かった。これ、めちゃめちゃ面白い。ちょっと気持ち悪いから、もう撮るか。なんかどんどんフィギュア2のさ、クオリティ高くなってってるよね。なんかゴムとか使われだしたし。まあ、前もあったけどさ、あと顔のさ、なんかペイントっていうか、このシールとかもすごい綺麗になってない？なんかすごく進化してきてるような気がすんな。後ろから見たら男の子みたいじゃない？これね、刈り上げっつうか、バカミちゃんカットみたいな感じで男の子みたいで。パンちゃんすごい可愛かったね。この石、あ、ここもゴムだね。柔らかい感じになってるわ。ここ、あ、ここが硬いのかな？すげえ、素材が使い分けされてるのか。いや、面白いね。付属パーツもさ、こんなにたくさんあるし、ご飯の頭部もついてるしな。ご飯の頭部ついてるのは面白いよな。で、あの付属パーツも、ね、こだわりを感じる付属パーツもあって、あと手もこんなにあって、顔の表情もね、豊かにたくさんあってさ。いや、これかなり遊べるね。自分の好きなポーズ取りたいとき、こう手首をね、こう差し替えて、取り替えて、ポーズ取らしてね、遊んだりとか、かなりいいわ。素晴らしいクオリティだったな、SH フィギュアーズのパンちゃんも。いや、あとね、あのメタルクーラーがね、出るんだよね。もう予約したはず、うん、予約したわ。多分予約したと思うんだけど、メタルクーラーのさ、SH フィギュアーズとかめっちゃ楽しみじゃない？早く見たいよね。パンちゃんもすごいクオリティ高かった。いや、いいね、かっこいいね、キリッとしてる。このパンチのフィギュア。やっぱ顔のさ、あの、多分、前回のフリーザもそうだったけど、こう、頭部二つついててさ、こうで、つけられてすぐ交換できるのもいいよね。まあ、つけられる顔決まってると思うんだけど、あ、入ってる、ちょっと、あ、やべ、ちゃんと入ってなかったわ。でも、こう、すぐ交換できるのはめちゃくちゃ、例えばこうね、こっちの顔嫌だなと思ったらさ、もうこう取って、こっちつけるだけだからね、こう。めちゃめちゃ簡単。あの、さっきみたいにさ、こう、取ったりする工程が一個ないから。すごく楽でいいよね。おー、素晴らしい。ということで、今回は映画スーパーヒーローのね、パンちゃんの SH フィギュアーズの開封レビュー動画でした。みんなもぜひゲットしてみて、パン、かわいいわ、これ。すごいちっちゃくていいよ。面白い、面白い。あとはね、オレンジピッコロのでけえ SH フィギュアーズ。あの、オレンジピッコロでけえさ、SH。前の大皿、ベジータの大皿ほどと、あれはもう一番でかいよね。あれ一番最大だわ。今回多分歴代最小。俺の持ってるやつの中ではね、歴代最小で、歴代最大のあの大猿、あれもフィギュアーズだったから、あそこまで、いやでもあそこまででかいの面白いかもね。オレンジピッコロ、前の大猿ベジータダメにでかいっていう。それも面白いかも。ちょっと出してほしいな。めっちゃ楽しみな、でかい。あとセルマックスもね、どんどんスーパーヒーローのキャラゲットしていきたいわ。それではまた次回、次のね、フィギュアーズのレビュー動画で。これはすごく、あの、マジ映画の中からね、飛び出してきた感がすごいクオリティ高いわ、このパンちゃん。頭部パーツも2つあってね、簡単に作り、あの、ね、さっきみたいに付け替えられていいし。あと、ところどころ違うパーツ、いろんなね、あの、素材使われてて、いいね。いやー、どんどん進化してるな、フィギュアーズ。素晴らしいわ。早くオレンジピッコロ欲しいな、セルマックスと。めっちゃ楽しみになってきた。